夜空を見上げなければ星の輝きには気づきません。苫小牧に必要なのもまずは輝きに気づいてもらうこと。出よう出よう、今日は何の日か知ってる？今日？人参パンの特売日だっけ？違う、全然違うもん。ヒントはターボ。ああ、ターボが人参パンを僕に奢ってくれる日だ。違う違う、なんでターボが奢んなくちゃいけないの？じゃあターボが僕の肩を揉んでくれる日。違うもん、さっきからテヨがいい思いしてばっかじゃん。えへへ、冗談だよ。お誕生日おめでとう、ターボ。もう違うってば違う。え、違った？あ、違わない、待ってるもん。当てたのになんで怒ってるのさ。苫小牧のみんなが私を見守ってくれている。そんなみんなに胸を張れる私でありたいんです。ふっふん、服を引き寄せてくれるニャーさんも一緒ですから、私は信じて走るのみです。ターボ、誕生日おめでとう。おめでとうございます、ターボさん。ささやかですが、お誕生会も用意してますよ。本当？はい、お誕生会。今日の主役はターボね。そんで数日後には私とイクナの誕生日がやってくると。はい、お祝い事がまとまっていると嬉しい気持ちになりますね。おお、3人の中だとターボが誕生日一番乗りなんだ。ふっふっふ、うわ、どやってるし。ターボが一番、あ、ターボが一番。なんか知らんけどイラッとするから、ターボのお誕生会はお預けにしようか。私たちの誕生日もすぐなので、そこでターボさんの分もまとめてやりましょう。トレーナーさんこそが運命の人。占いも私の直感